高度経済成長が進むということになって、福祉六法の時代が来ます。老人福祉法、知的障害者福祉法、母子及び各福祉法という法律が次々と60年代に成立をしていきます。老人福祉法は実は、世界で初めて老人高齢者の単独立法として成立をした法律としてよく知られています。日本が一番最初に老人福祉法を作ったとこういうことになります。で、その老人福祉法は初めて特別養護老人ホームなどの老人ホームが出てきた、登場してきたということになりますし、老人医療費の支給制度も成立をしたということになるわけです。つまりそれまでは貧困な人、身寄りのない人をですね、あくまでも給付政策の一環として、面倒を見ていたということになりますが、ここからは要介護という話が出てくるわけです。介護が必要な人を老人ホームに入れて、そして面倒を見ていく、生活を支援していくということがこの年代から始まります。また老人医療費、高齢者になれば当然病気になりますので、医療費がかかる。で、この当時まだ医療保険制度は必ずしも成熟化していませんでしたから、老人福祉法の中で医療費を無料にするという政策を行いました。その結果ですね、それは大きな役割を果たしましたけれども、同時に老人の人たちがただって言いますか、無料なので病院へ行くという、気楽にというと言い過ぎですけれども、何か病気があるとすぐ病院へ行くということになって、病院がですね、高齢者が非常に多くなるという現象が起こりました。そこでですね、8法になります。老人保険法を成立をさせる、同時に無料をやめて1割負担、2割負担という形で窓口で、負担をしていただくという政策が80年代になると入ります。老人医療費は急速に多くなりましたので、比率が高くなりましたから、それを抑制するということがあった。しかしながら単に抑制するだけではなくて、むしろ健康という面で、保険というものを入れてですね、そして、これ老人福祉っていうものは、老人あるいは高齢者の保健福祉の時代へ入っていく。単に老人の医療費を抑制するだけではなくてですね、保険という考え方を入れることによって、むしろ積極的にですね、高齢者の保険を進めることによって医療費を減らしていくというような考え方の転換が起こったわけです。で、老人福祉はより普遍的な制度、医療保健福祉の連携や統合の必要性が認識され、そして今でいう老人保健施設というのが出てきたということになって、中間施設、病院と福祉施設、そしてその両者と大宅との中間施設として構想されて、特別養護老人ホーム、老人保健施設、老人病院、養老型病床群の3施設体制に、この時期から移っていくということになります。そして一方で施設だけではなくて、在宅福祉あるいは在宅ケアのサービスというのもこの時期から力を入れていこうということになって展開をされるわけです。ヨーロッパ、特に高齢者の介護サービスが進んでいる北欧並みに消費税を 25%、30% にしますかという議論があります。日本は到底そういうことはできないということになりましたので、どうも保険方式でやるということで、つまり広く浅くお金を集め、その代わり介護が必要になったらきちんとサービスを提供しますよという、この形にするっていうことじゃないだろうかということに、いよいよ介護保険制度というのが導入されるということになります。市町村が保険者になり、サービス事業者がサービスを提供し、要介護の被保険者という形で、40歳以上の方々が被保険者になり、その中で、介護が必要になればサービスを受けられるというような制度になりました。かつては行政の窓口へ行って措置制度と言いますけれども、申請をして認められれば老人ホームを利用できるという形になりましたけど、今度は利用者の方が利用したいということであれば、直接老人ホームへ行って、そして申請をするということができるようになった。
で、さらに要介護の別の推移を言いますと、当初は200万人ぐらいでしたが、今は600万人を超えているということになりますので、ここに、倍率が書いてありますけれども、特に要介護、要支援の人たちは、もう4倍近い、利用者の数になっているということで、当初は200万人ぐらいでスタートしましたけど、今はもう600万人を優に超えるような、大きな、保険制度になっているということになります。そして保険料もですね、当初は3000円ぐらいからスタートしましたけれども、今は優に5000円を超え、最もピークになっている、あたりでは、まあ、標準的な保険料は8000円ぐらいになるだろうと言われていますので、それをどういうふうに抑制をするかということが、介護保険制度の大きな課題です。そして介護保険制度を、変遷してまいりましたけれども、私は、ここの6年後の、平成20年、のところで、平成17年の時の改正と23年の改正というのが大きな、まあ、節目になっているということになると思います。細かなところはいろいろな改革がされてきましたけれども、この2つが大きなポイントです。1つは何かと言いますと、平成17年、にはですね、実は介護予防という考え方と、それからもう1つ地域包括支援センターというのが出てきてですね、実は後でお話ししますけれども、地域福祉というような考え方、介護福祉も地域福祉の考え方、そして予防という考え方が強調されるようになった。これが一つ大きな変化です。保険ですから、通常は要介護の状態になれば、それに対する給付をするというのが基本的には介護保険ですが、予防という考え方を入れた。予防というのは通常保険の中にないんですね、考え方で。これはかなり画期的なもので。そして、地域包括支援センターを作ることによって、地域で、介護を、地域で、いわゆるコミュニティケアとして、介護、高齢者の介護を進めていくということが方針として出されたということになります。そして、もう一つ、23年の改革で、これからお話をさせていただく、地域包括ケアシステムという考え方が出てきました。そして、それ以降、基本的には地域包括ケアシステムというのを、いわば介護保険の政策の基調として、基盤として今日に至っているとしています。それは何かと言いますと、ニーズに応じた住宅が提供されることを基本とした上で、生活上の安全安心健康を確保するために、医療や介護予防、予防のみならず福祉サービスを含めた様々な生活支援サービスが日常生活の場、日常生活圏域で適切に提供できるような地域での体制というふうに定義をし、その地域包括ケアシステムは、おおむね中学校区で、いわば一つのパッケージとして作り上げていくということが方針として出されたということです。さて、先ほど言った23年以降の改正ということで、基本的には地域包括ケアシステムの構築、そしてもう一つは、先ほどお話しさせていただいたように、費用が非常に増えていくということになりますので、ある程度それをですね、抑制をする。それは誤解のないように申し上げておくと、必要なものを切り捨てるということではなくて、あくまでも効率的、効果的に、かつ公正にですね、費用負担をしてもらうと。こういうことを考えているっていうふうに、ご理解をいただきたいというふうに思います。すぐ、費用負担を公平化するとかっていうと、要するに、必要なものを切り捨てるんじゃないのかというような危惧が時々表明されますけど、あくまでも持続可能な制度として、介護保険制度を続けていくためには、一定の費用負担の公平化、効果性、効率性、公平性という視点から、この制度を続けていけるようにですね、改革をしていくという必要があるというふうにご理解をいただきたい。そのためには、低所得層のですね、保険料の軽減というものを
拡充しなければいけないのと、もう一つは重点化や効率化をしていかなければいけないということが書いてある。そのようにご理解をいただきたいというふうに思っているわけです。